どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日ちょっとお知らせ。ですね、前々から言ってました、あのね、ガズレレのアプリ、このガズレシピですね。このガズレシピ、皆さんもスマホとかタブレットに入ってますか？はい、こちらぜひ入れといてください。それでこれ無料バージョンと有料バージョンがあるんですけど、この有料バージョンの楽譜の追加が行われております。一応ボリューム2ということで、ドーンと曲追加になっております。でですね、今はですね、もうね、1曲ずつ、曲がダウンロード買えるようになってますんで、ぜひ皆さん、あのガズクラブ、皆さんのね、携帯の、例えば、iPhone の方は App Store で、で、Android 携帯の方は、その Android 携帯のそのアプリのところで、ガズレシピとこう検索していただいて、まずアプリ入れてください。そしたら何の曲入ってるかとか、もうね、こんな感じで出てきますんで、こんな感じで。はい。そして、あの、セットで買うと、ちょっと、あの、お買い得で、1曲ずつでも買えますということになっております。これぜひご活用してください。これね、何がいいかっていうと、その楽譜の中にこういう書いてあるんですけど、このね、メトロノーム機能とか、画面が自動的に上に動いていく画面スクロール機能もついてるんですよ、アプリの中に。これ今、急増中です。あの、アプリで、あの、楽譜を見る方が急増してますんで、皆さんもぜひこれ、ガズレシピ、よろしくお願いします。今日はその、まあ、ご案内だったんですけどね、この6月ギリギリで間に合ってよかったという感じなんですけれども、こんな感じでどんどんこのガズレシピの方の曲も追加になっていきます。こっちはね、ガズクラブとは違って、あの、ちゃんとあの、データの、あの、デザイナーさんが書いてるやつなんで見やすいです。あの、ガズクラブの方はね、いつものガズのノートを写してるんで、まあ、これもこれで味があるんですけど、こっちがお好みの方は、ガズクラブだともう、ほんともっとものすごい膨大な数の曲があるけれど、まあ、アプリとね、そのガズレシピのアプリとガズクラブっていうのは、まあまあ、あの、もう好みでいいと思うんですけど、あの、アプリの方はその、メトロノーム機能が結構ね、これ面白く使う練習になると思うんで、ちょっといろいろね、アプリいじくってみてください。で、アプリの使い方何があるのか分かんないという方、ここにちょっとね、説明とかいろいろリンク貼っときますね。これね、あ、なかなか面白いんで、ぜひ、あの、まずは無料バージョンでどんな感じかチェックしてみて、僕のオリジナルソングが3曲、4曲、楽譜とか公開になってます。もちろん全部 YouTube 完全連動になってます。ガズレシピ、曲がドカーンと追加になって、2つ目の、塊のブロックが、セット販売に、ね、購入できるようになったというお知らせでございました。もう、もろもろのお知らせが今続いてますけど、見た？これ。銀の盾ここにありますよ。10万人からに登録になって YouTube からこうね、おめでとうということでいただいたやつですけど、そんな感じでまあこっちもいろんな方ダーッといきます。まずガズレシピと、あのいろんな本ね、この本もまずいっぱいあるし、この本もあって、だからガズ、今やったこのガズレシピと、ガズクラブ、このノート手書きがいいよという方、これが、いろんなシステムあります。とにかく、ガズレレ .com でチェックよろしくお願いします。あ、このウクレレについても近々近日面白い発表がありますから、要チェックです。はい、これからもガズレレ、よろしくお願いします。さよなら。